に押し付けられた言葉やないか。おりん、お前たまにええ格好してな、標準語か東京弁が分からんようなの使うやろ。あれがいっちゃん嫌いや。鶴瓶、お前かって大阪の芸人の端くれとちゃうか。ほんならな、それやったらもっと大阪弁大事にせえや。お前は方言も大事にせえよ。マガジュウがなんや、ハマジュウがなんや、割れマンがなんや、おめマンがなんや。これはちなみにですね、割れた一万円札と大きめの一万円札なんですね。かわいそうな大阪弁に、大阪弁にお前ついたるや。どうって思ってるんですね。そうですか。怒りのおはがきですね。ごめんなさい。ごめんなさい、ね。ごめんな。方言っていうのはね、私も大好き。そういうおはがきね、これ封書でもいただいてましてね、あの鶴瓶ちゃんがね、その方言で喋りやがって、おめえ大きな面をするな。悔しかったら標準語で落語をやってみーというふうにね、封書でいただきました。宝塚市小浜のベルサイユのババちゃんからでございます。ね、そうなんですね。いろいろごめんなさい。大阪弁を愛しましょう。いや、大阪弁なんですよ。方言をね、この九州弁でいただいたからね、この間。あ、そうですね、うん。こっちは誰やと申しますと、宝塚市の方でございますがね。